音速。音速、音速とは物質、倍質中を伝わる音の速さのこと。物質自体が振動することで伝わるため、物質の種類により決まる物性値の一種、弾性波電波速度である。速度単位のマッハは音速の倍数にあたるマッハ数に由来するが、これは気圧や気温に影響される。このため、 戦闘機のスペックを表す際などに、標準大気中の音速時速 1225km が便宜上使われている。なお、英語のソニックは音の音波のから転じて、音のように速いイコール音速のという意味を表すが、本来は音速そのものを指す言葉ではない。基礎中を音が伝わる場合、概ね分子量が小さい物質ほど速い傾向を示す。 例えば、排質が空気平均分子量29の時より、ヘリウム分子量4の時の方が音速は約3倍大きく、吸入して喋ると噛んだかい声になる現象。ドナルドダック効果が知られている。ただし、100%のヘリウムを吸入すると窒息の恐れがあって危険なので、必ず空気と同等の酸素含有ヘリウム混合ガスを使用すること。 実際の音速は、その物質の状態、温度、密度、圧力などによって変化し、特に相変化による影響は大きく、同じ物質では、個体が最大で、ついで液体、気体の順となる。温度は、気体では、性の、個体では、負の影響を与える。日常生活上での音速は、近似的に温度のみの一時式で表され、 一気圧の乾燥空気では331.5プラス0.61トン、トンは摂取温度が常用されている。これは以下に示される、気体中の音速の式の摂取レードでの接線を取った、近似式である。媒質中を伝わる、振動の成分は、気体と液体では、進行方向と波が、同じ方向になる、縦波、粗密波だけだが、固体中では、 地震波と同じように横波、ねじれ波が遅れて伝わる。録音した自分の声が違って聞こえる。骨伝導による聴覚への影響の一因でもある。ちなみに、地震の初期微動速度である5秒速 7km が、近くにおける音速である。音速には、位相速度と群速度があるが、一般的に音速というときは、位相速度のことを指す。期待中では、音速は、 比熱比、平均分子量、温度に依存する。圧力はほとんど影響しない。ここで、カッパを、気体の比熱比、R を、気体定数、T を、気体温度、M を、気体の平均分子量とすると、音速、C はと表される。なお、この関係から、音速測定によって、気体定数を求めることもある。もしくは、気圧、P、ニュートンマイメートルと、密度ロー。 キログラムマイメートルを用いてとも表せる。通常、空気中の音速は湿度を無視して、乾燥空気に対する近似式で求められるが、湿度の影響を加える場合は以下による。まず、温度から乾燥空気中の音速を求め、C とする。ついで、気圧 H、水蒸気圧、P、水蒸気の低圧比熱と低積比熱との比、ガンマ、乾燥空気の比熱比。 ガンマより、その水上気圧における音速 C は、となる。物質の違いに、あまり影響されず、おおむね1000秒速1500メートルの範囲に集中している。多くは高温ほど遅いが、水は摂氏74度までは上昇し、最高速を示す。また、水銀では、周波数による差が知られており、高いほど速い。液体中では、 体積断成率を K としてとされる。小さな気泡を多数含む液体の音速は両者の中間値にならずより小さくなる。これは質量の大きい液体が体積断成率の小さい気体をバネとして振動するためである。液体の密度をロー、体積断成率を K、気体の密度をロー、体積断成率を K、体積分率を α とすると 混合流体の音速は、または、KK、ローローと仮定し、α0、1の場合を除く近似式としてで表される。液体を、水、気体を空気とすると、音速の最小値は、α、イコール0.5の時 C、イコール秒速二十23.7メートルまで小さくなる。固体の場合、電波される振動が複数あり、速度も異なる。また、 物体の形状や構成、純物質では、結晶構造、混合物では、成分比などによって影響される。このほか、結晶方向と電波方向による差や、周波数による差も大きいなど、固体の音速は非常に複雑となっている。基本式は、弾性率を、M、密度を、ローとすると、となる。気体や液体と同じ縦波、粗密波は、 固体の音速で最も速く、東方的で無限に広がっている10分に、大きな物体で合成率を G、体積乱成率を K とすると、次の通り。かなり遅く、物質によっては、縦波の半分以下となる。縦波同様に、次の通り。縦波と横波の中間よりやや速く、物質によっては、縦波とほぼ同じとなる。物体の形状が、 波長に対して十分に細い時、ヤング率を E とすると、次の通り。物体表面、境界で観測され、レイリー波トラブ波が知られている。横波と同程度か、やや遅い。物体が板状で波長に対して十分に広い時に出現し、速度が振動数の平方根に比例する。ヤングの弾性率を E、振動数を F、厚さを。 トン、ポアソン比をデルタとすると、次の通り。国立天文台が発行する理科年表から、主々の物質中の音速を例示する。原則として機体は1気圧摂取0度での値、その他はおおむね常温。古代及び中世において、音速を実際に測定したという記録はない。しかし、音が光に比べて遅い速度で伝わるということは、古代から知られていた。 例えば紀元前一世紀に、ルクレテウスは、雷の光が目に届いてから雷鳴が聞こえることや、遠くで、木こりが木を切ったのが見えてから木を切る音が聞こえることを指摘している。また古代ギリシアでは、音の高さによって音速が異なるかについて、議論になっている。例えばアルキタスは、高い音は早く伝わり、低い音はゆっくり伝わると述べていた。なぜなら、 棒で何かをゆっくり叩くと低い音が聞こえ、素早く叩くと高い音が聞こえるからである。これに対してテオプラストスは異なる高さの音によって作られる共和音が同時に聞こえことから高い音と低い音では音が伝わる速さには差がないと述べている。1627年、フランシス・ベーコンは著書森の森の中で音速を測定する方法について書いた。 寺院の先頭にろうそくを持った人を立たせ、ろうそくの前にベールを置く。そして、鐘を打つと同時にベールを取り除かせる。観測する人は、先頭から1マイル離れた野原にいて、ろうそくの光が見えた時間とかの音が聞こえた、時間の差を自分の脈拍を使って測る。ただしベーコンは、自分ではこの方法を試していない。音速を初めて測定した人物として、 名前が挙げられるのは、ピエール・ガスサンディあるいはマランメル・センヌである。ガスサンディは1635年、大砲の音を利用して、音速を毎秒478メートルと計算した。またガスサンディは、古代から伝えられていた、高い音は早く伝わるという説を否定し、音速は、音の高低や強弱によらず一定であり、また風速にも影響されないと主張した。ただし音速が、 風に影響されないというのは、現代から見ると誤り。メルセンヌは、音響学に関する書、普遍的過程を表し、その中で、法性を利用して、音速を求める測定について記した。これはベーコンが提唱したのと同じ測定法である。メルセンヌは、この測定法によって、音は、空気中を、毎秒230問わず、448メートルの、 速さで伝わり、その速さは、音の種類や風向きなどに依存しないという結果を得た。メルセンヌは、この結果から、音波が地球を一周するのにかかる時間を二十一時間五分と、計算して、最後の審判の日に天使が吹き鳴らすトランペットの音は、約十時間以内に、地球上の至るところで聞き取られるであろうと記した。メルセンヌはさらに、自らが音を発して、 その音が壁に反射して帰ってくるまでの時間を測るという方法も試みている。この測定では音の速さは毎秒162問わず316メートルという結果を得、法制での測定と異なる値となったがメルセンヌは最終的に法制の実験で得た毎秒230問わずの方を音速値として採用している。1657年。 ガリレオ・ガリレイの弟子たちによって、フィレンツェに最初の科学アカデミー、アカデミアデルチメントが設立された。このアカデミーでは様々な実験がなされたが、その一つに音速の測定があった。音速研究に取り組んだのは、ヴィンチェンツオ・ビビアーニとジョバン・ニ・ボレリで、実験自体はアカデミーが正式に設立される前の1656年に行われている。測定方法は、 重声が聞こえるまでの時間を振り子を使って求めるというもので測定により振り子が15.5回振動する間に音は1.2マイル3600ブラッチや進むという結果が残されている振り子の長さや周期が書かれていないためこの数値だけでは音速はわからないが別の実験で使われていた振り子の周期などから反してこの時得られた音速値は 毎秒361メートルと推定されている。出る地名と設立後、パリの科学アカデミーやロンドンの王立協会が設立され、そこでも音速の値が測定された。パリ科学アカデミーの音速実験は、1677年に、ジョバンニカッシーに、クリスティアン・ホイヘンス、ジャン・ピカール、オーレ・レーマーらによって、法制を使って行われ、 毎秒1097パリフィート356メートルと測定れた王立協会の測定については口日。音速値を初めて理論的に導き出したのはアイザック・ニュートンである。ニュートンは音は空気の細かな粒子が押しつぶされたり膨らんだり繰り返すことで伝わっていくと考えた。その上で1687年に出された著書 クリンキッペア第2編第8章の中で次のように記している。ここで言う、弾性力とは、現代で言う体積弾性率、K、ニュートンマイメートルを意味する。従って、速度を V、メートル毎秒、密度をロー、キログラムマイメートル遠くと、上記のニュートンの定理は、と表すことができる。体積弾性率、K とは圧力。 p が dp だけ変化したときの物体の体積ボルトの変化 dv, v との関係式における比例定数のことであるため、すなわちと定義される。これに加えて、ローブイコール一定、気体の質量は変化しないの式を使うと、と表せる。そして、ボイルの法則 pv イコール一定が成り立つとき、キロは圧力 p に等しくなり、音速は と表すことができる。ニュートンは、自らが導いた定理と、空気、雨水、水銀の比重、さらに振り子を振った時の周期を利用して、実際に音速を計算した。そして、音は1秒間に968フィート、295メートル、進むという結果を得た。これは、ニュートン自身が測定した値である866から1272フィート、 263から388メートルの範囲内であった。ところが、プリンキピア出版後の1698年に、ウォーカによって測定された音速値は、ニュートンの理論値と異なっていた。王立協会は、理論値と測定値のズレを解消させるため、音速の再測定に取り掛かった。この測定は、ジョン・フラムスティードとエドモンド・ハレーの手で行われ、 1708年、ダーハムによって教会に報告された。その値は、毎秒1071パリヒート、348メートル、で、ニュートンの理論値よりも大きい値であった。その後ニュートンは1713年に出された、プリンキピア第2版で、音速の理論値に修正を加えた。まず、初版では1、850としていた空気と雨水の、比重を1、 870と修正して、この計算で求められる音速値を毎秒979フィート298メートルとした。その上で、実際の音速はこの数値に加えて空気の固体粒子の粗さを考慮に入れなければならないと述べた。これは次のような理屈によるものだと考えられている。ニュートンの理論によれば、音は空間内にある空気の固体粒子の膨張。 収縮が他の粒子に順々に伝わっていくことで広がる。しかし仮に一定の空間内に粒子が隙間なくぎっしり詰まっていたとすると、その空間の内部にある粒子は膨張、収縮の運動をすることができない。そのためこの場合は、端にある粒子が動いたとすると、空間内のすべての粒子が膨張、収縮を経ることなく、同時に動くことになるため、 足にある粒子の運動がもう一旦の粒子に瞬時に伝わることになる。そのように考えると、音速値は先ほどの979フィートの他に、音が瞬時に伝わる分、すなわち、固体粒子の直径分を加えなければならない。ニュートンは、固体粒子の直径、粒子間の距離を1、8内し1、9と計算し、その結果として音速は、 毎秒1088フィートになるとした。そしてさらにニュートンは、大気中の蒸気についての補正も必要だと考えた。大気中には蒸気が含まれているが、これは音の伝達にはほとんど関与しない。そのため音の運動は蒸気以外の真の空気のみを通って伝えられていくので、蒸気の分だけ音の伝達距離が伸び、音速は速くなることになる。ニュートンは、 この補正を加え、音速の理論値は、毎秒1,142フィート、348メートル、であると結論付けた。一方で実験値については、毎秒1,070パリフィート、1,142フィートであることが確かめれていると記した。この実験値は、フラムスティードとハレーによって測定された値を採用したと考えられている。ニュートンは、 プリンキッア第2版で音速の理論値を補正することによって理論値と実験値を一致させた。しかしこの補正をするにあたってニュートンが取り出した仮説は実際のところ根拠にしく人々に受け入れられるものではなかった。そのため理論値と実験値とのズレは解消されたとは言えなかった。パリの科学アカデミーではラの手により1738年に再び音速が測定された。 測定方法は大砲の音を利用したもので今までにないほど周到に測定されている。この測定では測定地点の温度も記録されており、それによると摂氏0度での音速は毎秒332メートルである。この値は現在の測定値とほぼ一致した値である。1738年の実験時には 音速が温度によって異なるという事実は知られていなかった。これが明らかになるのは1740年以降である。ビアンコーニークはボローニャで夏と冬に音速を測定し、空気中の音速は気温と共に上昇するという結論を出した。またコンダミンは涼しい気筒と暖かい経 n で音速を測定し、ビアンコーニーと同じ結論を導き出した。 ヨハン・ハインリッヒ・ヒラン・ベルトは音速理論を考え直すことで測定値との差を埋めようとした。そしてベルリン解放1768年号に載せられた研究で空気には水蒸気と不均質な物質が混じいて、それらは音の電波には無関係だから音速を計算するときには取り除かなければならないと記した。しかし、 空気中の水蒸気量を調べることは難しかった。そこで、ランベルトは逆の方法をとった。つまり、実際に測った音速の値と理論値とのズレの量から空気中の水蒸気の量を求めようとしたのである。こうして、ランベルトは、蒸気は大気の重さの3分の1以上を占めると結論付けたのであるが、この値は後になされた実験値と一致しない。 1762年、ジョゼフ・ルイ・ラグランジュは音速理論の問題を解決させる一つの方法を提案した。それは、ニュートンがプリンキピアで採用した弾性力が密度に性比例するという過程を取りることである。こうすることにより、音速の理論値は変わる。そして、ラグランジュは弾性力は密度のべき上に比例すると直感して計算し、その結果、弾性力が 密度の3分の4乗に比例する場合、音速の理論値は実験値と比例することを示した。しかしこの計算は物理的な根拠に乏しいため、ラグランジュはこの仮説を儚い憶測だとして捨てしまった。1802年、ジャンバティストビオは空気は急激に圧縮させると温度が上がり、膨張させると温度が下がることに触れた上で、音の電波について次のように述べた。 音は空気の膨張、収縮によって伝わるとすると、その際に空気の温度は変化することになる。ニュートンは音の電波を等温変化、ボイルの法則が成り立つとして計算したが、音速を正しく求めるならば、温度変化も考えなければならない。ビオはラグランジュの手法を使って、弾性力が密度の 1α 上に比例すると考え、この時音速は、 これまでの理論値のフォーミュラ18倍になると計算した。アルファの値は実験により直接知る手立てはないとしながらも、ビオはギオーム・アモントンによる空気の弾性力の実験、およびジョセフ・ルインゲイ,イコール,ルサックによる機体の膨張実験からアルファ =0.95 と見積もった。しかしこのアルファから求めた音速値は毎秒1227.73ピエ。 399メートルと実験値よりもかなり大きくなってしまう。ビオはこのズレは仮説が正確でなかった等の理由によるものだとしたが、音速を計算するときに空気の圧縮による温度変化を考える必要性については最後まで強調した。ピエール・シモイナプラスもビオと同じように空気の圧縮に伴う熱を考慮に入れるべきだと考え、そしてこの空気の圧縮、 膨張は、現在の用語でいう断熱変化であると考えた。この理論によると、ビオが述べたように断性力は、密度の 1α 上に比例し、その 1α の値は、空気の定積モルヒネツフォーミュラ19と低圧モルヒネツフォーミュラ20の比で表せる。すなわち、1α イコール、ガンマと置くと、そしてこのガンマを使うと、音速、V は、と書くことができる。 このラプラスの研究によって音速の理論はほぼ完成された。ラプラスの式におけるガンマの値はおよそ1.4であることは分かっていたが正確な値は求められていなかった。そのためラプラス以後は音速を実験で正確に求めることでガンマの値を定めようとする動画起こった。また音速の測定方法についても変化が見られガラス管の中に作った。 定常派から求める方法も編み出された。1827年、コラドンとステュルムは、ボートから水中に金を沈め、その金の音が聞こえるまでの時間を計ることで、水中の音速を測定した。個体中の音速については、古くは1800年前後に、エルンスト・クラドニが、棒を手ですることにより測定していた。クラドニは、その結果、個体中では、 空気中よりも音がはるかに早く伝わることを見し、空気中の音速を一としたとき、鈴は7.5、銅は12、ガラスは17の速さになることなどを導いた。その5秒も中鉄中の音速を測定し、毎秒約3500メートルという値を得た。1866年には、アウグスト・クントが金属の棒をこすって定常波を起こすことで、固体中の音速を測定した。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。